はい、今回はですね2つに動画を分けてお送りしますけども1つ目この前半の動画はあ次にお送りするスライドショー25分ぐらいの動画の前振りになってます。 ちょっとね、くっつけなくて申し訳ないんですけども、お次の IH 家電あ。そうですね、テーマはね、IH 家電なんですよ。IH 家電から出る電磁波は本当に危険なのかってことで検証したんですけども、まあ、私がすぐ,にすぐに思ったらね、IH 家電がもしね、市場に出てるものが危険だったら、その家電を開発している会社の人は全員死に耐えてるんじゃないかなというふうに思ったんですよ。よくありますよね、雑誌の最後のページとかに、ここにブレスレットをね、つける。そのブレスレットの原石っていうのは、ものすごくね、 インドの山奥で撮ってきたんですよみたいな感じで、インドの山奥にね、こうやって旅をしている、その社員みたいな人がね、こう映ってたりするんですよ。山奥に入ってる社員みたいな人が。で、その人たちが、その幸運の石を念を込めてね、現地の人で、念を込めたのを日本に持ち帰って、それをブレスレットに加工して、皆さんのところにお送りしますよみたいな雑誌がありますけども。ということはね、そのブレスレットを作ってる会社って儲かってしょうがないはずなんですよ。でもブレスレットを作ってる会社なんか定期的に潰れてるんですよね。どういうことかなと、言うことがあるんですけども、そこから応用して、 IH 家電とかね、携帯電話から出てる電波が危険だっていう方いますけども、じゃあそれを研究してる人とか、研究,し研究所とかね、研究者とか、それからそれを販売してる販売店ですよね。テレビからもなんか電磁波が出てるらしいですけども、じゃあテレビを売っている量販店の店員さんってみんな死ぬんじゃないかなとか思っちゃうんですけども、そういうことを考えた動画を、ね、この動画の後にリンクつけておきますので見ていただければと思います。それでは吉谷さんまた会いましょう。